フロッキーズラボへようこそ。昨日ね、HBM に出展してきました。ハープタイル、レプタイルズ、ハープタイル、ブリーディングマーケットだっけか、ハープタイル、レプ、よくわかんないけど、まあ、なんか HBM、頭文字取って HBM っていうイベントに出展してきました。で、会場は蒲田でしたね。去年から僕は出展してて、去年は九段下のなんだっけ日本武道館の近くの会場だったんですけど、今回は蒲田のよくなんかイベントがやってる会場でしたね。蒲田の産業ホールピアみたいなとこでした。はい、そこの小ホールで、まあ、こじんまりした感じで開催されてましたね。まあ、ブリクラと被ってたんでブリーダースもちょっと少なくて、まあ、ちょうどいい感じの混み具合で、まあのんびりやってきました。で、まあ去年は販売証明書の減り具合を見るにどうやら7匹しか売れてないと思って、あ大丈夫かなと思ったんですけど、結局見たら書きかけのがね一部余ってたんで、本当は6匹しか売れてなかったみたいですね、去年はね。やべえなと思って、今年もちょっと心配だなとか思ってたらね、今年はなんとね8匹売れました。8匹ね、2匹増えましたねよかったなとか思ってますけどね、年々ね2、3匹ずつね販売個体をね増やしていけたらいいなと思うんですけど、はい、まあ、そんな感じで、でまあちょっと今回はね、僕が HBM で個人的に買ってきたものを紹介していこうかなと思います、ね。まあ、その方がね、YouTuber っぽいじゃないですかね。なんかよくやってますよね、YouTuber の人ね。はい、行きましょう。まず本ですね。なんか2冊買いました。で、なんかあれが欲しかったんですけど、なんだっけ。アクアライフじゃなくて、アクアライフみたいなやつ。ビバリウムガイドだ。ビバリウムガイドとが欲しかったんですけど、それのブースでなんか全然その売り子の人いなくて、で売り子の人いつ来るのかなとか思ってたら、もう閉館したから、まあいいやと思って買わなかったんですけど、この本を2冊買いました。外来種は悪じゃない。ミドリガメのための弁明っていう本と、爬虫両生類雑記だから、まあこれ、爬虫両生類情報交換会の冊子ですね。1冊500円で、まあ去年も買ったのかな。俺前、なんか4冊ぐらい持ってたはず。で、最新版の去年のやつが出てたから買いましたね。はい。で、今年のはなんかちょっとフィールドワークメインかなと思いますね。あ、富京さんとか。あ、富京さん2項目も書いてますね。へぇ。岡田さん、うん、まあこんな感じっすね。はい、で外来種は悪じゃないはまだ俺ちょっと触りしか読んでないので何とも言えないですけど、うん、まあまあ読んでみようかなと思います。でこれでちょっとね、僕が読んだとて何もならないのですが、まあちょっと外来種の知識を深めたいと思います。はい、続いてはまあ生態を紹介していこうかなと思うんですけど、今回は全部で4種類買ってますね。結構買いましたね。まあまあいろいろ意外と終わり際回っただけでしたけど、割といい個体余ってたので買いましたね。まあカメはねいなかったんで、本当はカメ欲しかったんですけど、キボシイシガメを狙ってたんですけど、キボシ売ってなくて買えなくて、多孔板孔ずれのやつは行ったんですけど、ちょっとね、さすがにっていうぐらい結構いびつだったんでやめました。はい。で、まあ、とりあえず、今回買ったのは、1種類目はこちらですね。青大将です。まだパックすら開けてないんですけど、開けてみようかな。で、これが、メス。で、オス。で、これメス。ヘテラアルビノのメスですね。なんか、アルビノのオスはまだ自発的に食べてないみたいで、まあ、ちょっと、とりあえず、1、2週間様子見て、まあ、温めて様子見て食わなかったら、
からちょっとどうするか考えようかなって感じで、あんま深く考えずに買ったんですけど、こちらがアルビノで、なんか見た感じね、結構こう黄色みが強くなるタイプのアルビノでしたね。種親オスがいたのかな、はい、黄色っぽいタイプの青大将でしたね。おお、ちょっとカメラ越しだとめちゃくちゃやりにくいんだよな。こんな感じ、まあ綺麗になるのかな、まあ、アルビノ青大将ずっと欲しかったんで、うん、よかったなと思いますけどね。まあまあ安かったかなと思います。ペアでまあ買ったんですけど、まあオスが食ってないっていうのもあってあれなんだろうけど、まあ、開けなくていいか別に、ね、同じだから青大将なんで、はい、でこっちがステラアルビノなんで、まあノーマルっすね。でまあなんかアルビノの遺伝子持ってるよっていう。でこの個体ね結構面白くて、ちょっとね頭が大きいんですよね。なんかごついなみたいな見た目してて、でまあクローブで判断してるらしいんですけど、メスってことで買いましたけど、本当にメスなのかな、はい、こちらなんかこっちみたいな、これこっち、ほらやばい、走った、やばい、うん、あ、また走った、めんどくせえな撮影が。まあそんな感じです、はい、開けなきゃよかった、はい、こちらがエモリーラットスネークですね。2種類目エモリーラットスネークね、今繰り返しなんで大事なことなんでね、今回も繰り返してきましたけど、はい、エモリーラットスネーク、まあなんかコーンの足とか言われてたやつだったかな、まあ俺も詳しくないけど北米のナメラだと思います、はい、のアルビノヘテロスノーですね、はい、まあなんか回ってていろいろ、なんだっけな、スノーとノーマルとアルビノが売ってて、やばい、スノーとノーマルとアルビノが売ってて、全部まあヘテロスノーだったんですけど、はい、ちょっともうめちゃくちゃ走られて心が折れたんですけど、まあ仕切り直してやっていこうかなと思います。まあこういう感じ、まあなんかアルビノですけど、コーンのアルビノと違ってこれ T マイナスなんですかね、どうなんだろう、あんま分かんないですけど、多分 T マイナスなのかな、 T プラスなのかな、よく分かんないですけど、アルビノスノー由来で、スノーヘテロスノーなんで、まあアザンティックは、アザンティックじゃねえ、アネリが入ってるって感じですかね、多分。なんでまあこれペアですから、ペア同士で掛け合わせるとこのアルビノかスノーが出る。本当はアネリが欲しいからノーマルのダブルヘテロのメス買おうと思ったんですけど、1匹しか余ってなくて、でまあ本当は僕4匹買ったんですけど、アルビノのオス2匹とアルビノのメス1匹とノーマルのダブルヘテロを買って、でまあアルビノのオス1匹とノーマルのダブルヘテロ欲しいっていう人いたんで、業者さんで、その人に販売っていうか譲るっていう感じで、僕の手元に残ったのはこのアルビノのペア2匹。僕はこれはもう完全にペットとして、ペットというか繁殖狙って育てたいなと思ってますけど、まあどうですかね、なんか結構流通量少ないですよね。モルフは割とあるのに不思議ですよね。調べた感じだと、ノーマル、アルビノ、アネリ、スノー、ハイポっていうのがあるみたいで、まあハイポがあんまり出回ってないのかな、国内だと。でヨーロッパ圏だとハイポが割と多くて、でアメリカだと
アルビノ使ったスノーが人気でまあまあ多いっていう話をブリーダーさんがしてたんですけど、面白いですね。うん、でなんかハイポとアルビノ、うん、ハイポとアルビノ合わせてハイビノを作ろうっていうことをブリーダーさんがやられてるって言ってて、面白いなと思ったんですけど、ハイポの入ってる入ってないが分かりにくいって言ってて、まあそうだよなとか思って、まあ、ハイポってなかなか判別しにくいモルフだよなとか思いましたけどね。はい、まあ、そんな感じで雑な感想ですけど、次の生態に移ろうかなと思います。こちらはクレステッド月光のダルメシアンのオスですね。で株式会社クリアさんで購入しました。でクリアさんって多分あの月光マーケットの主催じゃないかなと思うんですけど、多分主催の人だったと思う、見たことあった気がするんで多分主催の人だと思うんですけど、はい、こちらすげえめちゃくちゃ綺麗くないですか、クレステッド月光のダルメシア。まあスーパーダルって言ってもまあいいのかなっていう感じの色味ですし、なんかその地色のオレンジもかなり綺麗かなと個人的には思います。でまあこの腰のね、俺が B 品価格だった理由らしいんですけど、なんでまあこうなってんのかってわかんないですからね。卵の時点で傷ついてるのか、まあ、遺伝性のあるものなのかっていうのはわかんないんですけど、まあ、かなり触られ慣れてるな、これ。めちゃくちゃ綺麗。すげえ綺麗だと思います。はい。ね、ベタベタ触りたくなっちゃいますね。で、かなり尻尾もね、太くて、めちゃくちゃ大事に飼われてんなっていうのがわかりますよね。これ数千円で買っていい代物なのかと個人的には思いましたけどね、うん、でもなんだかんだ表示価格よりも安くしてもらってね、申し訳なかったですけどね、嬉しいですね。かなりで、なんか親はドイツ CB のオスで、メスが自家繁殖個体のダルメシアンと言ってたんで、このインクスポットすげえ綺麗だな、このクオリティの個体をね、まあ出せたらすげえモチベーション上がるな、と思いましたね。まあまあこの腰の折れは残念ですけど、まあそんなに僕は気にならないのでお迎えしたという次第でありますね。はい、でなんか最近なんでかわからないですけど、クレスの韓国 CB は嫌だという方が多いので、ね、田上は何使ってんのって聞かれる場合がある。まあうちはほぼほぼアメリカなんですけど、まあ、リリーとか韓国由来なんであれですけど、まあ、ダルメシアンこれしっかり国内 CB で、田上もわかる、親がドイツで、あオスがドイツでメスが国産ってわかるんで、もうしっかりした答えだなと思うんでね、これを使いたいなと思います。はい、まあこの奇形がね遺伝するようだったら、まあちょっとその種親からは外すかもしれないですけど、ちょっとねこの子の子供を見たい、尻尾までこんな乗ってんですよ、すごくないですか。はい、でね、まあ3分もダラダラとクレスについて話しました。はい、ね、やっぱクレスいいっすね、俺は好きなんだよなクレス。まあね、売りにくい生き物ではありますけど、売れにくいか、最近ね、まあ、別に、まあ、趣味みたいなものなので、私は好きな生態を増やして好きに売るという感じですね。はい、最後こちらで水苔ですね。水苔買いました。まあ水苔の割には結構高かったなとか思うんですけどね。はい。亀です。本当は亀。クサガメですね。クサガメのヘテロアルビノを買ってきました。1、2、3、4、5。はい。水ゴケだらけだ。ちっちゃいっすね。500円玉ぐらいの、まあ、ゼニガメとか言われるサイズ感だと思うんですけど、まあ、10匹買って、
で、まあ5匹は業者さんに譲ったんですけど、私の手元には5匹残って、で、まあ何年か後、まあ5年、5、6年かかるんでしょうけどね、アルビノサガメブリードしたいなと思って買いました。まあホモ体もね買いたいですよね、せっかくこんだけ買ったから。5匹終わり、本当に終わり間際に買って、で、なんか安くするよみたいな感じだったんで、あ、ありがとうございますって言って10匹買いましたけど、本当はタラごと行きたかったけどな。ただめちゃくちゃ草亀だらけになってね、僕ん家じゃなくて草亀の家みたいになるから、まあ5匹にしましたね。はい、まあ、こんな感じっすね。うん、草亀結構飼育難しくて、難しいっていうか、まあちっちゃい亀は難しいって話なんですけど、割と皮膚病とかなるからしっかり飼わないとなと思いますね。うん、まあそんな感じで、以上の何品目だ、4品目かな。はい、まあかなりね楽しみましたね、僕自身が。で、まあ生態もまあそこそこ売れたので、最初言ったように8匹売れたので、まあ十分いいイベントだったんじゃないかなと思います。で、まあ三畳割っていうのがでかくて、全然その僕の体力が持つからありがたかったっすね。50割だともう結構しんどかったんじゃないかな。30割で帰ってきて、まあちょっと酒飲んで寝て、で夜中起きて戻し作業して朝迎えたって感じですね。はい、まあそういう感じで終わりですかね。うん、草亀ちょっとアップで見る、見たい人いますか、草亀。いないか、いないっすね、草亀見たい人ね。はい、まあこんな感じで、まあ本当にただの草亀っすね。うん、まあただアルビノが出る可能性があるから楽しみです。そんな感じで、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。 あと会場でね YouTube 見てくださった、出るって言ってた方は本当ありがとうございますね、言っていただけてね、ちょっと恥ずかしいですけど嬉しいかなと思いますね。はい、ちょっと変な反応してたら申し訳ないですね、ちょっと恥ずかしくて、ああみたいな、ちょっと不愛想な感じになってたかもしれないですけど、本当嬉しいので、はい、ありがとうございました。